湾に着きました。先輩は爆睡でしたね。爆睡でした。マジで。でも覚えてるのは、あ、もうすぐ着陸する。あ、外撮りたいな。ふって見たら伊達さんがスッとカメラを窓の外に構えていて、で、あ、こうカメラのどこをしたいか分かんない中でポンって押したらタイムラプスが動いたのを見て、伊達さんそれ違うって言って、その操作だけ教えてもう一回寝るっていうのは覚えてます。企画だった。2秒後には寝てた。シムを入れ替えたいと思います。これアマゾンで私はいつも700円とか、800円しないぐらいで買ってて5日間で、しかもこれ容量無制限なんですよ。すごいよね。めっちゃいい。マジでいい、はい、開けるとこんな感じで入ってて、でこうペロッと押したらこんな感じで外れる。このデリケートな部分はできるだけ触らないように、このピン取るとこうカード挿入されてませんってなるので、これなくすとマジ大変。あ、ありがとう。よかった、踏んでなくて。ありがとう、近所のお姉さん。いい絵のお姉さん。優しい。お姉さんもあれでしょ、はい、入れ替えたんでしょ。入れ替えました。私の携帯はですね、あ、皆さんどうも改めましたです。確かに。確かに。あのですね、私の携帯は SIM フリーで、かつあの iPhone の XS なんですけど、中国の香港で売ってるあの SIM カードを2つ入れられる、個人輸入したんですね、はい、なので今私の携帯には日本の SIM カードと、まあ、台湾用の SIM カード2つが同居しています。これをこのまま入れます。これ既に使っちゃってるから設定しないんですけど、この一緒の紙にこうやってどうやって設定していくかが書いてあるので、基本的にこの通りにすればいいです。ミサコはスマホ変えたから1からなんじゃ。北側モデルです。エクスペディアギャラクシーです。あ、失礼いたしました。6月に買ってすでに2度修理出したギャラクシーです。嘘、なんで。なんか画面割れた。説明書だと、説明書ごと私置いてきたんじゃないの、もしかして。今 YouTube 開いてるからさ、いきなり一番上の広告がもうチャイナですよ。すごい。いつも他のやつ出るの。ネットワークをタップします。こいつや。 APN をね、設定したいじゃん。これで、あ、つながりました。なんか使えるかページ見てみ。みんな YouTube 開くよね。あ、いけたやん。やった。さっきの謎の広告がやっぱり出たよ。謎の広告来ました。はい、みさこやった。前回めっちゃ時間かかったのに。そう、できました。ありがとう、隣のお姉さん。ありがとう。これさ、タマさんの隣のお家のさ、お姉さん感半端ないよ。今日はクッキー焼いたんで、よかったら食べていかないですか。エロい、待って、完全にエロい。大人旅始まってる。ちょっと先輩、今の同じ感じで言ってもらっていい。肉じゃがたくさん作ったんだけど食べてく。近所のおばちゃん。差が激しい。絶対にうまいけどね。絶対にうまい。胃袋がっつり掴まれる。肉じゃがちょっと奥作っちゃったの。はい、じゃあ両替に行きますか。イエス、行きましょう。はい、はい、まあ結果から言うと、はい、100元を買うのに370円、うん、こちらの円となりました、はい、これレートで言うとさっきまでは 4.5 だったんだよね、多分、うん、4.05 だった、うん、なるほど、こっちの方がお買い得だ。そう、めちゃくちゃお買い得。そうなんですね、はい。なんでハマさん踊っとるんやろ、あの人。なんやろな、この二人の関係わからんな。隣のお姉さんと麻雀帰りの人みたいになってる。どうしたらこの二人が友達になるんかわからん。でも片や社長か、それならありやな。ありや、金持っとるやんけ。ジャパン円を4万円入れて、これのレートがさっきの 2.71 のところ、はいはいはい、そうすると、台湾ドルでいうとこんだけの金額やで、で数量が30、まあ、かける大体4ぐらいするから、まあ、120円ぐらい取られて、この金額だという感じです。さっきのレートでやると、じゃあどれぐらい差が出るかは、この数字がレートになるので、こうなる。全然変わるじゃん。
じゃん。結構違うね。結構違う。1000ぐらい違うよ。1000ってことは、3000円ぐらい。3000円ぐらいですか。うわ、やばい、全然違うじゃん。台湾でねえ、お会いした方がいいね。うん、あ、空いてきたの。乗りますかね。行くかな。すっごい入るよね、物。え、すごい。なんか広いよね。取り出したるわ。しおり。これが便利なんだね。そしたら今のうちに、はい、この旅ではですね、はい、共通のお財布番、こちらに、みんなから、はい、お金を徴収して、こういうタクシーとか、うん、あとはなんかレストラン行って割り勘とか毎回その面倒くさいから、うん、ここに入れてそこから出していくと。なるほど。でなくなったらまた保有すると、うん、これを繰り返す感じになります。はい、じゃあ1000ずつ入れます。はい、美佐子の1000だよ。浜線です。浜線浜線。これでちょうど今これで3000入ってるので、そうですね、1万ぐらいぐらいが入りましたね。タクシーもね安いからね。病気になるよマジで、あのタクシー病になる。病気になった我々は。なったよね。4000円しないんだよね。全然しない、全然しない。280円安い、うん、そう、3人だからさ、電車よりも全然安いやと思って安易に乗るやん。日本帰って安易に乗ってしまって、初乗り高みたいな。あれ？台湾だわ。なんかでももうなんか見慣れた景色だよ。私いつぶりかなと思ったけど2ヶ月ぶりだから。ついこの間じゃん。そう。この間。皆さん台湾は何回目ですか？私は4回目かな。4回目か。あ、私3回目です。3回目。私も3回目です。あ、ほら、はい、赤瀬結構来てんじゃん。そう、前回は。前回はね、1年ぐらい前から。人によってさ、なんか旅の仕方って全然違うよね。伊達さんはさ、あの前回、あ、こんなにこの人食に貪欲なんやって思って。うまいもんが好きなんや。そう、そう、胃袋が足りん、胃袋が足りんってもうなんかことあるごとに言ってて。足りん。美佐子さんはいつも。なんかあの歴史的建造物を見るのが好きで、一人でこうフラフラ調べて行っちゃったりとか。ハマーさんは？私結構自然とか好きだから、うん、何でもないところにその国の国柄って出るかなと思ってて。あ、なるほど。例えば川沿いの公園とかって、うん、あの日本だとあんまないんだけど、うん、中国系のとこだと、うん、健康づくりのためのなんかマシンとか結構置いてあるんです。ある、ある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 。そういうのが楽しくて。うん、沿いをチャリで走ったり。あ、晴れた晴れた。床道路がさ、もう水がほぼないねん。いやー、伊達さんってすごいわ。日本雨かな。これが世に言う伊達あずみか松岡修造かって言われるゆえんですよ。避けてくんだよね。モーゼみたいなもんだからさ。モーゼ、私がファーって行くさ、雨がさ、スワーって地球がな。じゃなくて、どういうこと？モーゼ、モーゼ、モーゼ、モーゼはゴーダン、モーゼだよ。モーゼが一個で、ユカ様じゃなかった。あ、そう。ベリアクセションね。ベリアクセション。オウムだこれ。そうだ。オウム、もう全然ちゃうよ。三文字しかあって。あれだ。なかなか渋い。シェイシェイ。すごい重い。まずはホテルに荷物を。まだ着きできないので荷物だけ預かる。預けます。見て、あ、タピオカ食べ比べ、飲み比べ。よくない？クーポン付きやん。え、クーポン付き？すごくない？クーポン付きってほら10%。あ、本当だ。もうすごいよ。マッサージされたい。すでにマッサージのさ、お店いっぱい紹介してもらってる。じゃあお願いします。お願いします。よっしゃ、よし。安い。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。我々もなんか書き込むみたいな。そう、はぁ、ま、はぁ、まって言えば。優勝です、優勝。